はい、どうもパチオです。静岡県のね、スマタ郷というところに来てます。スマタ郷温泉みたいな、そんな感じのところですね。まあ温泉施設あるみたいですね。日帰り温泉とかここもやってるみたいなんですけど、まあ、僕はね着替えも持ってきてないし、温泉に刺して興味はないんで、今回は、夢の架け橋という吊り橋かな、に行ってみたいと思いますということで、こう歩いてどのぐらいなのかわかんないけど、なんか下町風というか、写真撮ってるね。弁財天があるんだ。マニ弁財天。へえ。川根本町。多分この362号からこうやって来てこう来たんかな。しんどい道だった。そら1000メートル級の山があるんだね。そりゃそうか。そう、南アルプスに一遍来てみたかったってのがあって、あれなんだけど、うわぁ、イベント広場。あ、これ獅子おどしがある。コンって言ってたのはあれか、獅子おどしだったんだ。距離はありそうなんで、一回今コンって言ったね、一回ちょっと切って、現地まで行きますか、飛びますかね。はい、と21世紀に残す日本の自然百選、スンマタ郷ということで、カモシカか。温泉についての解説。沢口山登山口って、これどっちだ。どっちだろう。いやー、登ってみたいけど今無理だな。ちなみに片道5時間ってなってました。無理です。登山口100メートルか。まあ橋の方に向かおうと思います。よし。さて、夢の吊り橋今渡ってるんですけどね、青いっすね。そして結構揺れる。今手使ってないんだけど、それはなかなか大変かもしれない。携帯落ちないように注意。スリかな。バスとか釣れねえ。ダムだからね、平気なんだけど、ドキュンの川流れ的中州が
小さい子泣いたりしてないな、偉いな。後ろの子供が落ちたら、僕はもともと水泳経験者なんで飛び込んで助ける覚悟はありますよ。まあその時は携帯ぐらい誰かに渡そうかな。財布はいいや入っとったとしても 2,30 万だ。今そんなに入ってないしね、大丈夫大丈夫とか言ってる間にもうゴールなんだよね。これ帰り道遠いんだよな。さあゴールですと。ほっ、うん、おーゴール。あやっぱあれだな、ゆっくりだな、あそこのファミリーは。ということで、夢の吊り橋っていうとこね、あの須磨田橋だっけ、渡ってみました。なんで夢の吊り橋なんだろうね。水の色がそんな感じだからかな。木こり橋、あせびってこうやって読むんだ、書くんだ、知らんかった。木こり橋ということで終わりにします。以上、パチでした。バイバイ。